身に覚えのない投稿が SNS にアップされていたり、 E メールが送信されていたことはありませんか？画面がポップアップ広告で埋め尽くされていたことはありませんか？パソコンが重くなっていませんか？それはボットネットに感染したからかもしれません。ではボットネットとは何でしょうか？ボットネットとはネット上のパソコンを自由に操るマルウェアです。別名ボット、ゾンビとも呼ばれます。攻撃者はボットマスターと呼ばれます。ボットマスターは感染したパソコンをリモートで自由に操ることができます。ではボットネットはどのように広がるのでしょうか？今やソフトウェアをダウンロードして使うのはごく普通のことですが、安全そうなソフトが実は悪質である場合があります。これがトロイの木馬であり、ボットネットが拡散する原因です。 SNS やウェブ上のあらゆるところに潜んでいます。ボットマスターはこのゾンビたちを使って金銭を奪う詐欺、マルウェアの拡散、個人情報の取得、違法コンテンツの保存、大量のスパムメールの送信、さらにはウェブサイトの破壊などの犯罪を行います。ボットネットが一つあれば、ネット犯罪者は一日に多くの犯罪を行い、大金を稼ぐことが可能です。一方で多くのユーザーは感染に気づきもしません。ではどのようにボットネットを防げばよいのでしょうか？まずはファイアウォールでネットでの通信をフィルタリングすることをお勧めします。またアプリやプログラムをダウンロードするときは、公式の信頼できるソースであるかどうかを確認するのも重要なポイントです。ソフトは最新のものに更新し、パッチによって旧バージョンの脆弱性を解決しておきましょう。最後に、もしボットネットの一部となってパソコンをゾンビに荒らされたくなければ、ボットネットを防ぐイセットのセキュリティ製品を使用し、安全にインターネットを楽しんでください。